ダウン症の可能性があるのか、だったら降ろそうよっていうふうに、俺は言うな。それを無理して授かった命だからっていうふうに考えるのは、本能や遺伝子レベルでは正しいのかもわかんないんだけども、文明人の作法じゃないなっていうふうに僕は思うもんな。科学の力で、本来だったら生まれてすぐに死んじゃったような子供でも、未熟児であっても、なんとか生かそうとするし、生後何ヶ月とか何年で、ぱったり死んじゃったような弱い子も、医療の力でなんとか生かしてる。それは素晴らしいことなんだけども、同時に僕らの世界は、 生きづらい人たちっていうのを生かすようにしてる。これが、福祉が巨大になってる。理由でもある。ダウン症の子供を産むことは悪えらいこと聞くな。ああ、その話題かって書いてるけど、それはなんかあるの最近の評判の話題で。ネットで話題。あ、東尾さんのやつだ。はいはい。石田さんの奥さんが、はい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 。遺伝子検査進むと確実に産まない人増える。うーん。これ正直な話言っていい これ、俺の意見だよ。えー、俺、自分の子供がダウン症だったら、あの、嫁さんにおろせって言うよ。おろせっていう命令形では言わないな。おろそうよって言うよ。だって、それってさ、産みたいって親のエゴじゃないのうん、ダウン症の可能性があったら、卑怯かもわかんないけども、俺その場合は、生命、人間とか生命の定義をもう法律に委ねるわ。つまり、法律で、えっ、ー、と、受精して何ヶ月後からは人間になるから、 それ以降は、打退が認められないというリミットあるじゃん。その前だったら、ああ、なんか、ダウン症の可能性があるのか、だったら下ろそうよっていうふうに、俺は言うな。だ、それを無理して、授かった命だからっていうふうに考えるのは、本能や遺伝子レベルでは正しいのかもわかんないんだけども、文明人の作法じゃないなっていうふうに僕思うもんな。それはなんか、 どれぐらい今こう、ネガティブなコメントが流れるか、ビビりながら思ってんだけども、言っちゃったか,か宗教的な理由がなければそうだね。うん、宗教的なな。で、だからといって、あの、ダウン症の子供を持っている親御さんとか、そういうふうな障害が子供にあると思いながら、産んだ人に関して、俺、エゴだよって言ったんだけども、エゴを押して子供を作ろうとか、あの、産もうと思ったんだから、 それは、なんか頑張ってほしいと思うんだけど、でも自分事としては、それを頑張りよう、世の中に広げようとか、みんなもこれで、え同じようにやってくださいなんて間違っても言いたかないな。なんか、この世界ってさ、残酷さが本質の一面でもあるじゃん。だから残酷な本質があるからこそ、それに対する愛情とか思いやりっていう幻想を僕らは持っていて、 その幻想が見えた時に僕らは希望を持って、残酷さの本質が見えた時に僕らは絶望する。この絶望と希望の間で動いてるわけじゃん。本質は残酷であって、で、愛情とか、なんだろうな、優しさとかつながりっていうのは希望だって。これは本当に僕、現実だと思うんだよ。で、この世界はさ、もともと、この世界って言い方も大冗談に被るんだけども、子供って生きてる限り、女の人が生きてる限り、6人から7人出産して、 まともに育って成人を迎えるのが四五人。つまり、生まれてから成長するのが6割とか7割というような状態が人類という種に対しての、なんかこう、セッティングなんだよ。つまり、えー、っと、ちゃんと生まれて健康に育って育ち切りますっていうのを、100人子供がいたら100人とも全員育つようには、この種はできてない。人類という種はできてない。もっと、その中で、 3歳とか4歳ぐらいまでにパラ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 死んじゃうっていうのが当たり前の世界で僕らの世界っていうのはセッティングされてるんだ。で、それを科学の力で今伸ばしてるわけだな、ぶっちゃけ。科学の力で本来だったら生まれてすぐに死んじゃったような子供でも未熟児であってもなんとか生かそうとするし、生後何ヶ月とか何年でパッタリ死んじゃったような弱い子も医療の力でなんとか生かしていると。それは素晴らしいことなんだけども、同時に僕らの世界は すごく生きづらい人たちっていうのを活かすようにしている。これが福祉が巨大になっている。まあ、あの、理由でもある。福祉が巨大になっている理由っていうのは、ぶっちゃけ乳児、生まれてきた乳児を全員成人させようっていうような超福祉国家であるからこそ、えっ、ー、と、それらの人々に対する配慮とか、フォロー体制っていうのがどんどんお金も手間もかかっていると思うんだよ。これ、俺はな。で、さっきのダウン症の話、具体的な話に戻るんだけども、 なあ、なんか本当になあ、こういうふうな話するのは、俺なあ、多分1対1とかで聞かれたりこ、ここで見てる人がさ、この吉祥寺のこの事務所に来たら本当に何個でも言えるんだけども、これをなんか何万人かが見てるような場所で言うのはめっちゃ怖いよなあ。岡田さんは心臓の病気があった。うん。俺あの、先天的な心臓の血管があってさ、心臓弁膜症っていうやつで、で、これもあの、生後1年生きれるか生きられないかっていうふうな血管だったんだよ。で、それを、 まあ、生まれてから分かったんだけども、生かしてくれたのは親の頑張りだし、それは感謝してるんだけども、だからといって全ての親がそんなことできるとは思えないしな。で、何よりも、親の人生って子供のためにあるんじゃないよ。その、親の人生は子供のためにあるっていうのは、美しいし、かっこいいし、俺はなんか感動はするんだけども、でも、それを当たり前にしちゃったら、全ての人の人生がなんかあまりにもつまんなくなっちゃう。 だよな。と、俺は思うので、あのー、子供がダウン症とか先天的な結果を持ってたら、僕は自分の嫁さんだったらもう産むのやめようよっていうふうに言うし、友達に相談されたら絶対に、それをやめた方がいいよっていう。で、後で恨まれても、なんか何年か経って、いや、あなたはなんか私を殺そうとしましたねっていうふうに、その子供当人に言われても、俺は言うわな。難しい問題だな。選択の機会を与えられるべきってことか。うん。 そうだね。親に選択の機会が与えられるべきで、それを無意味に周りの社会とかが頑張れとか、なんだろうな。生まれてくる命の可能性を奪うとは何事かっていう権利はないと思うんだよな。俺、本当にそれは。それは、そのリスクを、なんだろう、全部、親っていうのはさ、取らなきゃいけないわけだから、励ますんだったらともかく選択肢を狭めちゃいかんよ。 頑張れって言うんだったら、頑張れ、私も何々しますだったらいいよ。例えば、いや、ダウン症なんだよって、いや、頑張って産んでよ、私もなんか手伝えることがあったら手伝うからさ、ここまで行ってワンセットだと思うんだ、最低限。でも、そうじゃないのに、えっと、だから、でも命なんだからって言うのってさ、それは、さっきも俺言ったんだけど、文明時の作法ではないと、俺は思っちゃうな。 えー、子育てに悩む母女性30代現在育てる4歳の長男に保育園から支援が必要だと言われていました検査はしてないですがおそらく ADHD 傾向。 ADHD ってなんだっってだだけけ落ち着きがないだっけない、えー、私は人の長所を見つけるのが得意で子供の長所ばかり目がいってしまい困ってるのは学校でしょうという気持ちが勝っていますただこれからの学校教育の中で子供に対して言われるマイナスの言葉を今後も受け止めていく自信耐える力が自分にあるのか不安です。 エジソンの母のようにマイナスなことを言われても子どもの調子を生かし信じて育っていくにはどうのように考えていけばいいのでしょうかアドバイスいただけると嬉しいですし尊敬する年シさんからアドバイスをいただけると納得できそうな気がしていますああ責任重大だなまあ,あ AGAHD だかなんだかよく僕はあのすいません今 落ち着きがないことかなって言ったんですけども、それぐらいしか知識がないんですけども。まあ結局どっかの誰かが勝手に作った区分で、でその。区分作った理由は、どっかの精神科医か教育学者が。そのいうジャンル立ち上げて、一山当てて、儲けようという。そういうなんか、さしい根性でできたものだと、僕は思ってるんですよ。なので、自分、母親の自分から見て、明らかに問題があるんでなければ、そういうなんか。 不分に引っっかかってるだけだから僕は気にしななくていいいでですすよよねね知ったこっちゃないですよ、ね、あなたのお子さんはサソリ座だからこんな性格ですとかあなたの,あの子供は何だろうなあのお羊座ですって言われたのと全く同じように「はあはあそうですか」という,うに聞いときゃいいんですけどただ保育園の人が特別支援が必要ですって言うんだったらそいつらとの社会的な関係があるだろうから、まあ、可能な限りは言う通りにしてはいはい聞いてる。 フリをしてオッケーですけど、言い分をなんかあのー、基本的には僕はあの本音で答えるんだったらもし自分の子供でで自分の奥さんがそういうふうに言ってきたら「いや気にしなくていいんじゃないのうちではいい子なんだし問題ないんだから」と。で他の子に迷惑かけるから特別学級行ってくれって言うんだったら。 うーん保育園だったら別にまだそういうふうに言われるんだったらそっちの方行かせてもいいかなぐらいで考えますね小学校ぐらいだったら他の子供との社会的関係っていうのが出てくるからもうちょっと悩むかも分かんないですけど保育園だとそれぐらいです小児の娘はアスペルガーと ADHD で特殊学級に所属しました。 娘には特別な才能があると信じています私と夫のマニアックな趣味にもついてきてくれるし個性的で楽しいですしかしコミュニケーションが苦手な子なので友達と揉め事ばかり将来は不安でもありますアドバイス何いしますはい、えー、ADHD は多動性障害だったかな結局落ち着きがなくてずっと動いていると、うん、いうようなことなんだけどもあのー、こういうね子供が障害と本当に言えるのかどうかわからないいわゆる この10年や20年で医学界で発明されたようなって言い方悪いんだけどさ、うん、発見されたようなあの精神的な障害っぽいのを持ってる人の場合は、うん、ぶっちゃけね俺はあの友達とおめ事ばかりっていうけど普通に育てようとするとしんどいだけだと思うんだ、うん、育てるというか普通の子供みたいに周りの子供と仲良くしてそれが幸せだと思ったら、うんうん、すごい辛いと思うからさ自分と夫とのマニアックな趣味にもついてきてくるし家族仲いいんだからさ。はい 他他とと交交流流ししななきゃゃいいいじん。あの家族だけで付き合えばいいんだよ <laughs> で子供は外に出なけければ不幸だだとと思うからもっとしんどいわけだよね。はい、今の状態で幸せなんだからさそれを100として考えて120とか150なきゃダメだじゃなくて80とか60に減らさないことそのためには子供を外に出さないこと <laughs> で私たちが死んだら子供はどうなるのって考えて何かいいことがあることはないんだからさ。 それするんだったら、もう一人子供作る、もう二人子供作るして、お姉ちゃんを守ってやろうという方が。よっぽどが現実的だと思うんだよな。はあ、親としてできるのって、俺リアルな想像です。その辺だと思う。だから、家族の、な、関係っていうの、を、いつか卒業しなきゃいけないとか。普通にしようって思っちゃうから、すごいしんどいわけです。そういうことは諦めましょう。諦めましょう。はい。諦めましょうという結論でした。ええー、壁外の雪原さん、二十代男性。 私は障害者手帳を持った社会のお荷物のアスペです。高学歴のくせに職場では無能で、上司や先輩に毎日怒られています。感覚過敏で疲れやすかったり、改善の努力なしく、ミスや会話中のどもりが多く、完全に無能です。ここを辞めても他に就職先や信頼できる支援機関、家族、友達がなく、将来に絶望と自殺願望しかありえません。 先日世の中の捉え方やリカバリーの話などをお聞きしましたが、この僕のゼミですね。私には参考になりませんでした。何か厳しい内容でも良いので受験をお願いします。もしこの内容をサイクパスの人生相談で紹介したら、発達障害で悩んでいる多くの視聴者を新たに獲得できるかもしれません。本当に切羽詰まってます。助けてください。っていうことなんですけども、 まああの、まずはこの、アスペですって書いてるんですけど、アスペって僕何かよくわかんなかったから、ネットで調べちゃいましたよ。で、あの、こういうですね、その、なんでしょうね、省略語っていうかですね、自分の状態っていうのをなんかシンプルな略語で言って、っていうのが、その、まあね、オタクっぽいっていうんでしょうかね。とりあえずの切羽詰まって、 要が、あの、助けられませんよ。それは、あの、他人が自分を助けてくれるわけがないのでですね、その、発達障害に悩んでいる多くの視聴者を新たに獲得できるかもと言ってるんですけども、こういうしょうもない利益誘導で人を動かそうとする、その性格の方がね、僕問題じゃないかと思うんですけども、で、あの、助言なんですけどもですね、厳しいこと書いてもいいって書いてるんで言いますけども、絶望と自殺願望しかないっていうのはもう嘘ですよね。 確認しますけど、嘘ですよね。な、なんでかというと、自殺願望というのは何かっていうと、決して自分は本当は自殺しないかと知ってるから、 安心して楽しめる自虐オナニなわけじゃないですか。だから自殺願望という言葉は自殺しないからあるわけですね。自殺するかをするかももうそれしかないんだっていう自虐オナニが、まあ、楽しくてしょうがない。自虐オナニは否定しません。あの世の中それで救われてる人いっぱいいるし、実は人間の3分の1から4分の1ぐらいは自虐オナニするっていうのを僕もわかっているので否定しないんですけども、 その壁外の節原さんが絶望しかないんだって言うんだったらそれはオナニーのしすすぎなんですよ。本当にオナニー中毒になってるんですよね。あの絶望してる暇があるんだったらですねちょっと周り見た方がいいと思うんですけどももしあの壁外の節原さんが言ってる通り本当に無能でダメなんだって。で上司に 意味は叱られるってことは首になってないわけじゃないですか。で、その他に、あの、信頼、あの、家族、友人がなくっていうふうに言ってるんですけど、ここを辞めて、やめたらもうダメだってことは、ここ、今の会社にはあるわけですよねここ。今の会社には居場所があって、毎日叱られてることだけが嫌なだけであってですね、それ、毎日叱られて嫌だっていうのをですね、上に隠して、上に足して足して足してるから、いろいろごちゃごちゃ書くわけなんですよね。で、節元さんが自分が言う通り、さっきも言ったように無能なんだったらですね、 怒りながらもクビにしない上司とか会社に対して感謝すればいいだけなんですよ。感謝の毎日なんですよ。そんな上司とか仕事に恵まれた状態だったら感謝感動の毎日のはずで,ですね。自殺するするオナニーにふけっとる暇なんかないと思うんですけど、もうちょっとね、自分に正直になった方がいいと思います。要点をまとめるとこうだと思うんですよ。実はあなたの相談の要点。学歴が高い自分を怒る常識がムカつきますと。 でも仕事できないのは事実なので自分にも腹が立ちます。せめて死にたいオナニー、死ぬ死ぬオナニーで毎日暮らしてるけど、これ将来が見えなくてしんどいですってことだと思うんですよね。 じゃあ簡単でですね、学歴は高いを忘れればいいんですよ。あの、仕事はできるようにならないんですよ。仕事はできないって自分でも言ってて、毎日怒られてるんだから、これはもう考え方を変えようが何にしようか自分が仕事できないという事実は絶対に変わらないんでですね、怒られることが当たり前。その時に学歴は高いのにとかですね、あの、これだったら、あの、達障害で悩んでる人が視聴者獲得になりますよとかですね、そういうしょうもないプライドとですね、ねじ曲がった性格の方をなんとか した方がいいと思います、ね。要するに私は仕事ができません。でも首にはなりません。っていうですね。悩みじゃないんですよ。ラッキーな状態なんですよね。だからラッキーな状態なのに、自分の能力で得た。自,自分のプライドで得た。ラッキーさじゃないから、ひねくれて不幸な状態。悩みを自分で作ってるんだと思います。ということで,ですね。大変ラッキーな状態です。良かったですね。本当に。 まあ,あとはこれで満たされないと思ったら「仮面ライダーを見ればですねいいんじゃないかなと思います」えとあの発達障害者オンリーの職場で能力全開で働く人たちのことっていうですね、えー、とギャッターのまとめっていうのを、えー、見つけましたでその中のちょっとですね引用でいくつか読んでいきたいと思います。えー、今のの職場オフィスの全員が発達障害者。 いいいいいじめがががなななく、く、ややたた。ら仕事の進みが早く余計な詮索や慣れ合いがない秘訣を観察していて気づいたすごいですね、えー、まずそれぞれの長所と短所を全員が相互に把握しており長所は十分に活用し短所は補える誰かが補う仕組みになっている、えー、怪しい挙動により誰かが言いがかりをつけられてもズバズバものを言うです、ね、アスペルガーの上司がいつも矢元に立つと例えば君のところのスタッフおかしいよ おかしいこととは、具体的に何かご迷惑をかけましたかとにかく声が大きいから困るよ。困るのはどなたですか というふうな形で上司が反論してくれるそうです。アスペルガーの上司がですね。<laughs> 上司は発達障害なわけですね、えー。スタッフは私も含めてみんな1人で普通の会社にいたらなんとなくはぶられるタイプ。何あの人はまたぶつぶつ言ってるなぁと笑われるのはもう絶対と。仕事に集中しすぎて立ち振る前にまで意識が及ばない。及ばないから異質になる。異質なものは変な目で見られる。とえー、なんとかさん、どこそこから電話だよとなんとかさんが返事しないと。 そうすると、周りの人間が、いや、なんとかさん、仕事に集中してるからと言うと、電話を受けた人が、あ,あもしもし、あとで折り返しますと、このやり取りが5秒以内で完結する、集中したら聞こえない体質、困ると体を揺する体質など、みんなが分かり合ってるので補える、誰も誰かをからかわない。 ね。からかわないけども本当のことは言う机片付けなさい ADHD とか出かけるぞ、落ち着けチックチックって中尾がピクピク緊張するとする人ですねなどと最初は耳を疑ったがみんな特徴的な症状が出るとそれを口に出して指摘するとそうすることであこれは散らかってる状態なのかあ今、俺頭揺すってたんだといった事実を客観視できる。 全員発達障害によりどこか認識がおかしい妄想に取りつかれてたり見えない敵と戦っていたりしてはと思う発言をすることがあるそんな時の対処法はただ一つ妄想出てるよとか指摘するとそうすると納得いかなくてもそれが合図でその主張はやむすごいですね突筆すべきはですねありがちな無駄のなさ基本的にみんな他人に興味がないから噂話悪口憶測など人間の話が皆無 結婚は子供は実家はどこ、どこの大学に出たのそんなの誰も聞かないし、知らない。交わされるのは仕事に必要な会話のみ、何も困っていない。この間、この部署で飲み会があった。歓迎会のため、夕方何時に居酒屋丸々と共有され、全員がその時間に間に合うように、それぞれ単独で会社を出て歩き、互いに近く歩いてても、お互い話さない。着くととりあえずビールとかではなく、全員が頼みたい飲み物、つまみを一つずつ頼む。料理のシェアなんかしない。<laughs> で なんでこんな部署ができたのかですね。優れたエンジニアがいい記事を作ると。これはあの新聞社だそうです、えー。優れたエンジニアがいい記事を作るという事実に誰かが気づき、人事に関して多少人間的に欠落していても優れたエンジニアだけで編集記者を構成しようということになりました。これが30年前のこと。以来、面接採用で挙動不振でも実力重視で人を取ることになりました。で、えー、一人また一人と発達障害持ちが入社すると、 あまりにも集中してです、ね、特定のジャンルで化け物のような知識をですね豊富を誇る彼らの中で普通の人ではもう対応できなくなりましたと健常者が劣等感を持って辞職していくという逆転現象が起こったそうです、えー、これはある淘汰ではありますが排他的でもあるため手放しで褒められたことではありませんただ人に関心がない発達障害はやめますという人を留意しないと。 やめたいって言うとああそうなのとやめるがままにしていたら最後は発達障害者だけが残ってしまったという経緯があるそうですで発達障害に詳しい現在の編集長が就任してから他のスタッフの特性がですね例えば「き音」「どもり」ですね、えー「貧乏ゆすり」「異常なこだわりの強さ」「収集癖」「謎の儀式」「癖」と編集長は観察し全員の特徴を把握しました そして各自の得意分野に応じて仕事を割り振り苦手なこと、例えばお茶組み、対応、接客、アポ取り、計算、掃除などは全てやるなと明示しました。これすごいですね。やるなと明示しました。さらに好きな記事だけ書け、書きたくないことはそう言えと記者人全員歓喜して、各して仕事イコール趣味空間が完成したそうです。ということですね。もう理想の職場ですよね、本当に。僕もね、気持ちわかるんですよ。だから、 こういう職場だったらくつろげると思うんですけどもやっぱ本物のアスペルガーじゃないからすごいそこは楽だろうと思いながらもそこにいると落ち着くだろうっていうのと同時に落ち着かないのも分かっちゃうんですよね。あのー、ででももね、やっっぱそういううい自自分分身でも複雑な気分にな気にちゃうのは。 こういうい家庭もありだったら僕もねもう一回結婚できるかなと思っちゃうんですよ。あの前に結婚してた時って僕あの妻がいて子供がいた時ってしょっちゅう自分の部屋に逃げ込んでたんですよねあの家族から離れたかったんですよっていうのはもう誰か他人と一緒にいることが嫌でしょうがないっていうことが大体普通の状態なんですよだからすぐに自分の部屋に逃げ込んで誰にも会わないんですよ。そうすると、自分で勝手に寂しくなって。 家族ににに会いに行っって、気が済んだらまた自分の部屋引っ込むというです、ね、もう本当に家庭内引きこもり引きこもりじゃないですよねもうタッチアンドゴーなんですけどそういうふうなことをしてるで会いたい時だけ顔を出してとかそういう自分であるっていうことを実は外面がいいようにしてたので会社のとかですねこの家庭の外ではバレないようにしてたんですけどもなんかねそういう自分もちょっと思い出してしまいましたマリオのゲームオーバーみたいなもんで「ああ終わっちゃった!」っていう感じに近いと思うんですよね。